ガリアのハヤブサ。
予想通りの展開だな。ちゃっちゃと片付けてしまおう。任せときなって。華麗に決めるぜ。味方だ、撃つな。行動開始だ。行動開始。自分ない、悪くない。外さない。行くぞ。生かしてはおかない。悪くない。いい流れだ。行動開始だ。ショータイムだ。俺の出番かい。行動開始。
了解だ。くらえ。やらせるのか。了解だ。敵がいるぞ。敵発見。撃破！報告しろ！武装だ！行くか。料理の前に一仕事だ。くらえ！いっちゃがり！エース！エース！まずいぞ。損傷大。了解だ。くらえ。ゲリッといかなくちゃな。俺の出番だな。当たれ。うまくいったぜ。敵は強いよ。逃がさないで。拠点を奪われた。救護を請う。了解だ。出撃します。大丈夫、行けます。当てる。敵撃破。敵やるときはやりますよ。
おう、やるぜ。準備 OK、 いつでも行けるわ。いいぞ、もっと行け。邪魔だ。敵撃破。この調子で攻め上がるわよ。行動開始だ。任せときなって。華麗に決めるぜ。了解了。当たれ。敵撃破。押されている。行動開始だ。当たれ。敵撃破。目標撃破確認。敵撃破。さて、本番はこれからだぜ。安全は確保したが、敵は明らかにワルド教を狙っていた。なぜだ。それはこの貴族様が悪い人だからじゃないのかい。何を言うか。まさかあなたがかの有名な吸血貴族だったとはね。の吸血貴族って何ですか。賄賂好きの貴族がいてな、相手を問わず金品の供与を要求するから、ついた異名が吸血貴族さ。なぜお前のような兵士がそれを知っている。昔あなたに賄賂を贈るのを拒否して殺された友人がいてね。
それ以来ずっと調べていたってわけ。最近国内での動きがなくおとなしいと思ったら外の血を吸っていたんだな。だ、黙れ。それ以上喋るな。こいつは帝国軍と内通し、ガリア軍の情報を流し大金を得ていたんだ。港へ行くのは国外逃亡のためだろう。何を証拠にそんなことを。帝国軍に狙われたのは帝国の情報を知りすぎたからだ。この手紙には逃亡先の国に帝国とガリアの情報を売ると書いてある。なぜその手紙がここにある。不審者の郵便物は見逃さない、探偵の常識だ。つまりワルド教は反逆者ということだな。待て、助けてくれ。そうだ、金をやる。いくら欲しい、言ってみろ。悪いが、俺たちにとっては金より任務遂行の方が重要だ。何？任務を完了するためにあなたを一番安全な場所まで送り届けよう。この国で一番安全で警備が厳重な場所、それは刑務所だ。ちゃんと余罪も追求してきれいさっぱりしてから処刑台に行ってもらおうか。それがいい。確実に送り届けますのでご安心を、ワルド卿。そんな、なぜ私がこんなやつに。俺のでかい腹には夢と情報が詰まってるんだ。覚えておきな。アルフォンスさん、やっぱりかっこいい。アルフォンス、以前はこういう仕事をやっていたのか。ああ、探偵家業で貴族や政治家の腐敗や軍の不正を調査していたんだ。自分なりの力で国を良くしたいなんてな。青臭いだろ。今はどうなんだ。見ての通り、俺はずっと青臭いデブのまんまさ。人の目を欺き悪事を正すガリアのハヤブサ。どうだい、クールだろ。